カザフスタンで発行された切手に描かれた肖像画。ミールザー、ムハンマド・ハイダル・ドゥグラトは、モグーリスタン半国の貴族、歴史家。トゥルク系のドゥグラト部の出身で、ムガル帝国の創始者、バーブルの重帝にあたる。著作の、ターリー・ヒラシーディは14世紀から16世紀にかけての中央アジア史、特に、モグーリスタン。 韓国史についての重要な資料で、バーブルの著書、バーブルナーマに秘訣する歴史書として評価されている。1533年にハイダル支配下のカシミールで、鋳造された銀貨で、スルターンサイードの名前が刻まれている。表面には、ある、スルターンアルエー、ザムミアンサ、アイディーゴンという名文が刻まれている。ヒジュラ歴905年に、父のムハンマドフサインの領地である。 タシケンと近郊の裏テーペで、ハイダルは誕生する。1503年にハイダルと彼の姉妹は、ヒサールのホスローシャーフに捕らえられ、1年をクンドゥズで過ごした。翌1504年に、クンドゥズは、ウズベク国家のシャイバーニー城に征服され、ハイダルは、シャイバーニー城の格闘となっていたムハンマドフサインと、再会した。ハイダルは、メッカ巡礼を望むムハンマドフサインに連れられて、 父の領地のシャフリサブスを立ち、1505年に親密な交流があったカーブルのバーブルの元を訪れる。1506年にムハンマドフサインはホラーサン地方に向かったバーブルからカーブルのルズを任されるが、ハイダル、バーブルの義理の祖母であるシャーフベギムがバーブルに対して起こした反乱に参加する。反乱が失敗に終わった後、バーブルに罪を許されたムハンマドフサインは、 ハイダルを伴って、ホラーサン地方に向かった。1507年に、ヘラートのティムール朝が、シャイバーニー朝によって滅ぼされた後、ムハンマドフサインは、ムハンマド・シャイバーニー藩に招かれて、ウズベクの宮廷を訪れ、ハイダルは義兄に当たるバイドラーと共に、ブーハラに移った。ムハンマド・シャイバーニーは、ムハンマド・フサインがモグーリスタンのマフムード藩と、合流することを恐れ、 1508年に、マフムード、ムハンマドフサインの二人を暗殺する。父が暗殺された後、ハイダルは、ブハラを脱出し、ヒジュラ歴913年に、バダフシャーンを支配するティムール朝の王族ミールザー、ハンの保護を受けた。1509年に、ミールザーハンは、バーブルの要請に応じて、ハイダルと16人の従者をカーブルに送り出したが、ハイダル、 ミールザーハンのどちらも急防した状態にあったため、出発に際して十分な用意が整えられなかったという。カーブルに到着したハイダルは手厚いもてなしを受け、ターリーヒラシーディでは常に、バーブルが自分を側に置いていたこと、表向きはバーブルの兄弟や老いと同列に扱われていたが、影では息子に接するような態度をとっていたことを、回想している。 1510年末からバーブルが実施したシャイバーニー城に対する軍事活動にハイダルも従軍し、ハイダルはモグール兵を率いてブーハラ、サマルカンド攻撃に参加するが、バーブルは彼の身に注意を払っていた。1512年にバーブルが距離マリクの戦いで、ウバイドラーが率いるウズベク軍との戦闘に敗れた後、ハイダルはバーブルと共にヒサールに退却する。 ヒサールに到着したバーブルのもとにアンディジャンを本拠とするモグーリスタンのスルターン、サイードハンからハイダルを自分のもとに派遣するように求める使者が何度も送られ、ハイダルはサイードのもとに送り出された。ハイダルはスルターンサイードの歌手ュガル、ヤルカンド遠征に参加し、勢力を回復したモグーリスタンハン国の住職に就いた。ハイダルはサイードの命令を受けて、 バダフシャーン、ヌーリスタンなどの土地に遠征を行った。1531年には、聖戦のためラダック遠征を指揮するが、チベット攻撃は失敗に終わった。1533年にハイダルは、サイードの代理として、カシミール地方に遠征を行った。しかし、ハイダルは、カシミールに長くとどまらず、現地の支配者と条約を締結し、 スルタン・サイードの名前が刻まれた貨幣を鋳造した。1546年から1550年にかけて、ハイダル支配下のカシミールで鋳造された、ムガル皇帝フマユンの名前が入れられた銀貨。表面には、ある、スルタン・アル・エーザム・ムハンマド・フマユン・ゴジーという、名文が刻まれている。サイードが没した後、後を継いだアブドゥルッダシードは、 強大な力を有するドゥグラトブと対立し、ハイダルのおじ、サイドムハンマド・ミールザーを処刑する。ハイダルは、モグーリースタンを追われ、これまで敵対していたバダフシャーンに亡命する。1537年にハイダルは、カーブルを訪れ、ラーホールに駐屯していた、バーブルの次男カームラーンの保護を受ける。1539年にハイダルは、バーブルの長子である、ムガル皇帝フマユンに身を寄せ、 1540年の金ジの戦いでバーブルの長子であるムガル皇帝フマーユーンは敗北を喫するがこの戦闘ではドゥグラトブもフマーユーンの側についていた。同1540年にハイダルはフマーユーンを援護するためカシミールに帰還する。この地の支配権をめぐって争いを続けていた土着勢力の一つがハイダルを招き入れ、 カシミールに到着したハイダルはサイード派の指導者ナズクをスルターンに擁立した。1541年にハイダルはカシミールを征服し、事実上の独立国家を形成した。フマーユンがカーブルを脱回した後、1546年にハイダルはナズクを廃位し、ムガル皇帝の名前が刻まれた貨幣を発行する。1551年、ハイダルは反乱を起こした。 カシミール人との戦闘で落命する。ハイダルの遺体は、カシミールのシュリーナガルーチのゴーストンイーシャヒに埋葬されている。ハイダルが表した歴史書、ターリー・ヒラ CD は、ハイダル自身の回想録、中央アジア史の概説が収録された書き物である。署名は、ラシードの歴史を意味し、旧首であるアブドラシードへの変わらぬ忠誠を示している。 ハイダル自身のチャガイ語の和者だったが、ターリーヒラ CD はペルシア語によって書かれている。モンゴル及びモグーリスタン半国の歴史の概説から、なる、本種とハイダル自身の回想録とモグーリスタン、チベット、カシミールの地史について述べられた、漢詩の二部構成で、前者は1546年に、後者は1543年までに書き上げられた。ハイダルは、 いとこのバーブルに敬意を抱いており、ターリー・ヒラ CD の執筆に際して、バーブルの自伝である、バーブル・ナーマのスタイルを模倣した。また、ターリー・ヒラ CD では1465年のカザフハン国の建国についても研究されており、ハイダルが初期のカザフハンの一人であるカーシム・ハンと個人的な交友があったことが述べられている。1895年に、 ネイエリアスとエドワード・デニソン・ロスによって、ターリー・ヒラ CD は、英語に翻訳された。後にロシア語訳本、新たな英訳本が出版された。ムハンマド・ハイダルは、カシュガルの世襲的支配層である、ドゥグラトブのアミールの家系に属する。ムハンマド夫妻・ミールザークルカンを父に持ち、ユーヌス・ハンの娘である、フブニガール・ハニムを母に持つ。 父方の祖父であるムハンマド・ハイダル・ミール・ザー・クルカンは、エセンブカ・ハンの娘・ダウラと似があるハニムを妻としていた。ムハンマド・ハイダル・ミール・ザー・クルカンの、父アミール・サイード・アリー・クルカンは、ワイス・ハンの姉妹・ウズン・スルターン・ハニムを妻に持ち、アリーの祖父、フダ・アイダードは、ヒズル・ホウジャからワイスまでの6人のモグーリスタンのハンを、擁立した。母のフブ・ニガール・ハニムは、 ユーヌスハンとダウラとベグムの間に生まれた三女で、バーブルの母クトゥルクニガールハニムの妹にあたる。フブニガールハニムは1500年に没した。2007年にカザフフィルムスタジオは、コリーラ・マラーブ監督のドキュメンタリー映画、ムハンマド・ハイダル・ドゥグラトを制作した。ありがとうございます。